そういや、はい、おかげさまで。こんな居心地が良くて、みんな仲良く働いているお店は初めてです。前のお店ではナンバーワンでしたけど、その分他の同僚からは陰口叩かれてましたし、オーナーは私を人として扱ってませんでしたから。私このお店だと。ああ、そんな皆さんどうや、気になることですか？ん？お客さんの中にはエッチいことしてくる人もいるじゃないですか。わかりました。私も本当はそういうの仕事とはあんまり関係。あ、そうや。そんな嫌なとこ。え、例えばですか？ですね。そう、まさにそうなんですよ。私の悩んでることも分かっちゃうなんて、やっぱり真島さんは完璧ですね。そういや、私は九州の方ですね。2年前にこっちに出てきたばっかりなんですよ。ほう。店ではないんですけど、私夜の毘沙門橋によく行くんです。あそこから夜の川を眺めていると、なんだか気持ちが安らいでくるんです。それに岩尾橋と違ってナンパも少ないですし。え、本当ですか？ぜひぜひ、約束ですよ。ああ、嬉しいな。好きな人と一緒にあそこでまったりするのが夢だったもんね。え？あ、いえ。